広崎市運動公園野球場は青森県広崎市の広崎市運動公園内に所在する野球場で愛称ははるか夢球場。施設を広崎市が所有した上で公益財団法人広崎市体育協会が指定管理者として運営管理業務を担っている。かつて広崎公園内にあった広崎市営球場の代替施設として 1979年4月1日に、広崎市運動公園内へ会場。会場後には、高校、大学によるアマチュア野球公式戦などを中心に使用されている。NPB では、1979年、1982年、1984年に、日本ハムファイターズの主催で一軍公式戦を実施。2009年、2015年、2016年には、 地元球団である東北楽天ゴールデンイーグルスの主催でイースタンリーグの公式戦が開かれた。野球以外の競技では日本女子ソフトボールリーグの公式戦にも使用されている。愛称である遥か夢球場は斎藤遥の名前にちなんだもので広崎市民からの公募を経て2012年に命名された。球場を運営する広崎市では2017年に 東北楽天の一軍公式戦開催を実現させるべく、広崎商工会議所などとの地元団体、企業とともに、プロ野球一軍戦誘致実行委員会を結成。2015年からは、運動公演回収事業の一環として、総事業費28億1000万円で内外野の人工芝化、観客席の拡張、照明灯の更新などを進めてきた。その結果として、 現行の NPB 一軍公式戦開催要件を満たしたため、2016年11月11日には、翌2017年6月28日に、東北楽天主催の一軍公式戦を18時開始のナイトゲームとして、初めて開催することが、パシフィックリーグから発表された。2017年には、上記の改修が5月末に完了。 6月18日から21日までは、改修後初めての試合として、第6回東アジアカップ女子ソフトボール大会2017、in 弘前を開催した。弘前市内で、スポーツの国際大会が開かれたのは、この大会が初めてである。さらに、6月28日には、前述した東北楽天対オリックス戦を18時2分から開催。 青森県内では1988年7月17日の広島東洋カープ対ヤクルトスワローズ戦、東急場としては上述の1984年以来、平成時代では初めての NPB1 軍公式戦が実現した。この年以降は前年まで青森市営野球場で模様されていた全国高等学校野球選手権青森大会の 準々決勝以降の試合と閉会式の会場にもなっている。2018年には7月3日に東北楽天主催の一軍公式戦を開催。7月12日には青森県内の球場としては初めてフレッシュオールスターゲームが開催された。2019年には東北楽天主催の一軍公式戦を5月29日に開催した。2020年には 東北楽天主催の一軍公式戦を6月23日に開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響から試合中止となった。改修に際しては、市民がいこえるボールパークをテーマに、両翼93メートル、中堅120メートルメートルだったグラウンドを拡張。外野スタンドにジョギングコースを整備したほか、 右翼側がイヤ席及び一塁側内イ席の外に、そびえる名宝、岩木山の両線をモチーフに設計されたメインスタンドや津軽蛇見線のバチのイメージで設計された照明塔を新設した。その一方で、照明を要する試合を開催する場合にだけ、発電機を使用するなど、消費電力や、球場維持費の抑制に努めている。また、広島東洋カープの本拠地である、 松田スタジアムを視察し、松田オーナーからのアドバイスを受けた結果、球場の形状を左右非対称とし、左翼後方を列車が通過する景観を生かした設計となっている。ありがとうございます。